はい、バイクの耐熱カバー本当に耐熱なのか試しちゃうぞ企画ということで、うちのお店には耐熱を歌ってるカバーが何個かあるんですけど、まあ、何種類かって言ってもですね、ちょっと今回メーカー名出すのやめます。はい、で用意したのがうちで使ってる中で一番高いやつ。はい、これは正直だいぶ高価なものです。はい、がこちら。はい、で耐熱を歌っているんですけども、これはお客さんからリクエストがあってですね、お客さんにこのカバーいただきました。だからどこのメーカーのものかは分かりませんけども、一応耐熱らしいです。はい、こういうの重要ですよ。どこのメーカーか分からないけどっていうの重要ですよ。はい、よーく見せておきますからね。はい、もう結果分かってんだろうってぐらいですけども、はい、じゃあここに用意したのはアイドリングをさせているホーネット。はい、ファンは回ってません。液体の温度いた105度ですね。で、まあ、こんな感じで温度下がっていきます。まあ、もしカバーがかかって当たる分って、まあ、この辺が多いですよね。でこの辺当たったらどうなるか、この連結部のところが少し温度高いかな。あ、この辺だと130とか、内側の方だと150、まあ、この辺当たるってないと思うんです。まあ、この辺に当たったらどうなるかっていう話だと思うんですけど、はい、じゃあエンジンを止めます。止めました。はい、じゃあまずですね、まずこちら高いやつの、まあ、この黒い部分ですね、ここがフロントで液パイに大体当たる部分ですね。はい、これを当ててみたいと思います。いいですか、この辺かなっていうところ行きます。シュッ、あ、煙出てきた、煙出てきた、変色してるけど、こうやって思いっきり押し当てられるってことはあんまないと思います。まあ、こう普通にこう少しこう当たるぐらいかな。はい、変色しました。はい、で反対側見ると、まあ特に溶けてはいないですね。まあ変色したし、だいぶあれですけど、なんか溶ける感じはしないです。はい、まあ大丈夫だろうなと思います。じゃあこっち、はい、お客さんからいただいた、お客さん曰く耐熱カバー、はい、これが本当に耐熱なのかどうかを試してほしいということで、じゃあこの辺は、これまだ使うんでむっちゃこの裾の穴開いてるからね、穴開いてもいいようなところ、この辺行きますね。行きますよいしょ、よっ、よっ、お、溶けない。はい、意外と平気です。うっ、さっき当てちゃったから温度下がっちゃったんだろうとか思うかもしれないんですけども、そこまで厳密じゃなくてもいいじゃないですかね、降りてからね。じゃあこっち反対側のここ当ててみましょう。よっ、あ、これはちょっと溶けてる感がある。うん、まあ若干の変質は感じるんですけど、別に溶けてないです。はい、じゃあうちで一番安いやつ、ちょっとカメラマンさんそのまま待っていきますね。で一番安いやつ、はい、このペランペランの安いやつの裾の方をこの状態で当ててみます。はい、ちょっとね、これ溶けるはずだったんですけど、
ですかね、これ多分もうね液パイがね冷たいんじゃないかな。よっ、意外結構平気。ちょっとこう温度下がったかも。一回エンジンかけ直します。かからない。はい、いいよ、いや、こっちの全然触ってない熱いと思われるところ、えい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 、分かった、分かってないよ、えいえい、分かった、分かってないよ。はい、というわけで意外な結果です。意外と溶けない全部。はい、ちなみに事前の実験ではですね、エンジンかけて結構こう温めた状態だと結構まあ溶けたんですよ。はい、でもこれもう暖気した状態なんですけども、エンジン止めてまあ今ぐらいの時間が経過しただけでだいぶ温度が落ちて結構溶けない結果になりましたね。はい、すごい。ちなみに火で炙ると全部燃えます。はい、まあ、火で炙る人はそうそういないと思うんですけど、はい、というわけでじゃあ最後おまけエンジンかけてやってみましょうか。はい、じゃあちょっとジャンプしようか。じゃあ持ってるからさ、エンジンかけて、というわけでまあスタッフさんが作業してる間お待ちくださいね。まあでもカバーはねエンジンかけた状態でかけるもんじゃないんで、この実験のやり方自体がですねかなりのナンセンスかとは思うんですけども、はい、バッテリー上がってるんですよね。お願いします。はいはい、 OK、 そのままでいいよ。ありがとうございます。じゃあこれで、じゃあこれでちょっとねエンジンをね少し暖気します。まあでもこの状態でカバーかけるとかありえないからな。まずこの状態でカバーかけるってことはないと思うんですけども、ここの部分で温度上がってみましょうね。まだそんなに上がってない。70度ってねこれは違うだろうな。もうちょっとエンジン熱上がってもらうかな。普通この状態でカバーかけねえよって思うんですけど、はい、ガンガン上がってますね。まあアイドリング状態で安定した温度でいきますか。まあ、180ぐらいがまあアイドリング、一回まあ200度近くしたんで安定だと思うんですけども、じゃあこの安いカバーやだな、いっぱい汚すの、はい、内側ねやってみようと思います。はい、こういう実験はイレギュラーですよ。いきます。10、はい、溶けた、はい、溶けました。まだ使えるカバーが穴開きましたね。はい、はい、溶けた。じゃあ次、そこそこの品質の耐熱カバーいきます。裾の方ね絶対穴あるからいきます。10、
はい、溶けた。はい、ダメです。そりゃそうだよ。じゃあこのむっちゃ高いやつ行きます。これも穴開けるの嫌だから裾の方ね。はい、やるあるよ。行きます。あ、これは煙が出るけど、煙出るけど溶けないね。溶けて張り付くことはない。すごい。おお、すごいすごい。反対側は、反対側は、あ、でもうん、なんかよれは見えるけども反対側も溶けてない。さすが、さすが高いやつは大丈夫。こんなところにカバー当たるってことないけどね。無事、すごい。じゃあ調子乗ってこの辺に至ってはファンが回り出した。溶けない。すごい。さすがこのカバーはいいやつはすごいです。エンジン切ます。はい、ね、エンジン切ると、ね、先ほどはもうすでにでも温度もですね180から140とかガンガン下がってきます。じゃんじゃん下がっていくきますね。内側もそうですけども、どんどん温度が低下していきます。一瞬ね180とかになるんですけど、なんだろうな、下げた方がいいのかな、精度が低いのかな。どんどん下がっていきますね。はい、すごいすごい。はい、じゃあこの状態で、まあ、多少下がったなぐらいな感じでこう当ててみると、もっと裾にしよう、穴開けたくないから。もうそんなべっちょりつくほど溶けないですね。ほらね、さっきの根元に当てると多少変形するけど、こんな風にはならない。安いやつ、これは溶けんじゃねえかな。よ、あ、意外と平気。よいしょ。根元。シワシワシワーとはなるけど、手やけどしそうで怖い。ね、溶けて張り付くってことはなくなりましたね。はい。というわけで、耐熱カバー実験、やってみたんですけども、意外と大丈夫。意外と大丈夫で、これはですね、こちらはもうあの溶ける例として出したかったんで、物が悪いというわけじゃないです。もともとこれ耐熱性歌ってないやつなので、はい、これが悪いわけじゃないです。これはだからもう本当あの かわいそうな実験材料ということですね、はい、で耐熱カバーで言うと、まあ、こっちのあのね、キンキンチンチンにした時に溶けちゃったやつは別として、このカバーはだけ紹介しておくとですね、匠カバーというものです。匠、はい、ですね、こういうブランドの匠カバーですね、はい、これあの私物です。はい、ございます。僕の BM ちゃんにはこれ使っておりますね、はい、なので、耐熱、バイクカバー、どんくらい耐熱なのか実験やってみました、はい、ちなみに火つけたら全部燃えました。はい、火は出ないと思うんで、その実験は不要かと思います、はい、というわけでご視聴どうもありがとうございました。なんだこの動き。